キングコングキングコングの逆襲キングコングの逆襲は1967年7月22日に公開された日本の特撮映画制作は東宝配給は日本では東宝アメリカではユニバーサルピクチャーズがそれぞれ担当したカラーシネマスコープ上映時間は104分東宝の創立35周年記念作品として ランキンバスプロダクションとの提携により制作された。悪の科学者ドクター、風雨の陰謀に正義の怪獣キングコングが立ち向かう。ロボット版、キングコングのメカにコングに加え、1933年版、キングコングへのオマージュとして、コロザウルスと、大海蛇も登場するほか、モンド島でのキングコングとコロザウルスの対決シーンも、原点へのオマージュとなっている。 キングコング対ゴジラ制作時に、東方が得たキングコングの使用権は5年間有効であったため、契約終了前にもう一本制作すべく企画された。前年に、ロビンソン・クルーソー作戦キングコング対エビラとして企画されたが、アメリカ側が脚本に難色を示したため、ドクター・フューやメカに、コングの登場など、同時期に制作されていた。 テレビアニメと設定を通わせた展開に変更された。テクニカル、アドバイザーとして、テレビアニメ版を制作していた、ビデオクラフト、インターナショナル代表のアーサー・ランキン・ジュニアが、参加している。本作品のキングコングは、ヒロインのスーザンに従順な性格と設定されている、ほか、イルカ並みに泳いで、ドクター・フーやメカニコングと対決するなど、テレビアニメ版と同様の正義の怪獣として、 描かれている。身長は、キングコング対ゴジラに比べて半分ほどの20メートルと設定されており、着ぐるみの顔も、より原点に近い造形となっている。また、メッカに、コングも、アメリカ側がデザインを用意したキャラクターである。つぶらや英二は原点へのオマージュとして、大海蛇を登場させたり、ドクロ島でのキングコングとティラノサウルスの戦いを、 モンド島においてのゴロザウルスとの戦いとしたりするなど、リメイクを行っている。原点のティラノサウルスは、前足が3本指だが、本作品でもそれに習って、ゴロザウルスは3本指となったため、設定もアロサウルスの一種とする徹底ぶりだった。絶叫女優役は、アメリカ側が連れてきたリンダ・ミラーが務めた。当時のミラーは、モデルなどの活動中であり、 演技の経験はなかったが、雑誌、女性セブンでのグラビアが、ランキンジュニアの目に留まり、起用された。当初、マダム・ピラニア役には、若林栄子が予定されていたが、東宝との契約を更新せず、フリーとなったことから、浜美恵が代役を務めた。演熟した、特撮技術による、高水準の作品として評価されているが、工業的には成功せず、若年層には、 同時上映の長編怪獣映画ウルトラマンの方が好評であったとされる。国際手配中である悪の天才科学者ドクター・フーは、亡国の女工作員マダム・ピラニアの妖精で、国連の科学者イン・ネルソンとの村のアイディアを、漂設したロボット怪獣メカニコングを建造する。これを使い、北極の地下に眠る究極の核兵器素材である、高エネルギー鉱石、 エレメント X の採掘を目論むが、エレメント X から発せられる時期のため、メッカに、コングは、作動不良に陥る。同じ頃、国連の原子力潜水艦エクスプロアー号は、海底油田調査のために、南海の古島モンド島近くを航行中、岩崩れに見舞われる。修理のために寄港したモンド島で、司令官のネルソンたちは、伝説の居住キングコングと遭遇する。キングコングは、 上院のスーザンに強い興味を持ち、その言葉を聞き分ける。これを知ったマダムピラニアは、ドクター・フーに本物のキング・コングを使っての採掘を提案する。北極地下に捕らえたキング・コングを働かせるべく、催眠術がかけられるが、すぐに溶けてしまう。ドクター・フーは、ネルソン、野村、スーザンの3人を、北極基地に拉致し、キング・コングに採掘を命じるよう脅迫する。 ついにキングコングは怒りを爆発させ、基地から逃走する。ドクターフーは東京に上陸したコングを追い、東京湾に停泊した船からメカにコング2号を出動させる。この事態に計画の露見を恐れて当初の目的からも逸脱していると考えたマダムピラニアはドクターフーを見限り、ネルソンたちを船から逃走させる。スーザンは なんとか、キングコングに追いついて、沈めようとするが、そこへ出現したメカに、コングが彼女をさらってしまう。キングコングとメカに、コングの激闘は、東京タワーへ移り、トカを見下ろす、大決戦が始まった。やがて、マダムピラニアはメカに、コングの制御装置を破壊しようとして、ドクター風に射殺され、コントロールを失ったメカに、コングは落下して果てる。翌朝、 キングコングは逃亡しようとするドクターフューや、その部下たちを湾上の船ごと沈めると、スーザンの呼びかけを背に、故郷の島へ泳ぎ去っていくのだった。南ジャワ海のモンド島に住んでおり、類人猿が巨大化したとされる。前回のキングコング対ゴジラの個体とは近い種であるが、同族ではない。身長、体重は初代の半分程度。島の老人からは、 防コングと呼ばれている。ネルソン司令官と野村三佐が伝説の巨獣キングコングの能力を検証し、人工的に再現した国連のロボットの設計図をもとに、ドクターフーが作り上げた金属色に輝くゴリラ型の巨大ロボット。建造のためのスポンサーは、某国工作員マダムピラニアの母国であり、本来の用途はこの某国が入手したがっている。 エレメント X という高エネルギー鉱石の屈削であるため戦闘用ではない。設定では両目に殺人光線を装備している。1号機はエレメント X の鉱脈が帯びる強力な放射線の影響から作動不能に陥る。次に建造された2号機の初仕事は逃走したキングコングの追跡となる。東京へ輸送され増上寺で始まったキングコングとの激戦は 東京タワーにまで及ぶ。二号機の頭部には、キングコング用の催眠光線投射機が取り付けられ、東京タワーでのキングコング捕獲作戦に使用される。キングコングを催眠状態にすることに成功するも、野村のライフルによって催眠光線投射機が破壊され、催眠状態から覚めたキングコングによって、投射機は叩き飛ばされてしまう。その後は、東京タワーに上り、 人質を掴みながら、キングコングと戦うなど高い機動性を示したが、東京タワー頂上付近の高圧線に触れて、バランスを崩し、落下して地面に激突した衝撃で全壊して、爆発する。モンド島近海に生息する大きな海蛇。ネルソン一行が、ホバークラフトでモンド島から国連調査艇、エクスプロアー号に戻るときに、突如現れ襲いかかる。 追ってきたキングコングに石を投げつけられたため、今度はコングを攻撃。強烈な巻きつきで苦しめるが、コングの怪力にはかなわずに絶命する。以下ノンクレジット出演者以下、海外版出演者1973年12月20日には、東方チャンピオン祭りで再上映された。上映時間は59分となっている。主に、以下の変更がなされている。 1983年には20歳前後の世代を中心に数年前より起きていたゴジラのリバイバルブームに応じて全国主要都市で行われた特集上映復活フェスティバルゴジラ1983の一本としてゴジラシリーズの人気作と共にセレクトされオリジナル公開版がニュープリント上映されたいくつかの際はあるもののキングコング対ゴジラほどの改変は見られない 北極で三つどもえの戦いを繰り広げるキングコング、メカニコング、ゴロザウルスというスチル写真があるが、このシーンは劇中に存在しない。本作品に使用された東京タワーのミニチュアセットは、2体の着ぐるみ怪獣がよじ登って格闘するという前提で設計されており、破損や転落事故を防ぐため、釘打ちによる木製ではなく、 溶接組み立てによる鉄骨製という頑丈かつ大掛かりで贅沢なものとなっている。ただし一部の壊される部分には鉛や木材が使用された。本作品の一部にキングコング対ゴジラ、フランケンシュタインの怪獣存在対ガイラの映像が使われている。予告編にはネルソンが記者からの質問に対しニューヨークへ連れて帰って、 また壊されたらどうするのと答えるシーンがあるが、これは1933年版、キングコングとの関連性を示すものではなく、単なるご愛嬌。また公開された、完成版では、ニューヨークへ連れてきても、多分、持て余しますよとのセリフに変更されている。東方特撮映画に、たびたび登場する61式戦車のミニチュアだが、 本作品で初めてエンジン内蔵のラジコン自走型となった。それまでのミニチュアは自走はできても方向転換はできず直接ピアノ線で弾いて向きを変えながら撮影が行われた。リバイバル上映時のラストにはゴジラ対メカゴジラの宣伝がなされている。本作品の DVD は2004年1月30日に発売されジャケットには DVD 発売時と近い時期に撮影された東京タワーの写真が使用されている。特典には予告編やノンテロップ版の予告編、1973年のリバイバル版を収録。上映時にはサントラの LP レコードはリリースされなかったが、2018年3月にサントラの CD がリリースされた。怪獣にそっくりなロボット怪獣で対抗するというアイディアは、 水木しげるの漫画、怪獣ラバンや、ゲゲゲの鬼太郎などのエピソードが先であり、水木も自身が1950年代に最初に作った、胸を述べている。この記事は、以下のカテゴリでも参照できますメカに、コングに関するカテゴリ大海蛇に関するカテゴリありがとうございます。